性意識、芽生えて、健やかに育ち、つぼむ恥じらいから、美しく花咲き愛し合う、神も愛される実り。葉も黄ばみ、花はしおれ、実も落ちているのに、まだ交配したいと思う、醜い性意識、神も目を背けるケツ。若い男女の純愛というものは非常に美しいものですね。そこに性の営み、セックス、恋があってもそれは非常に美しいものですね。男の人がその女性だけを、女の人はその男性だけを愛して、お互いに愛し合って、肉体的にも結ばれる、それは非常に美しいことです。それはこの全体生命も祝福している実りですね。そして健やかな赤ちゃんが生まれる。それは全体生命の望むところです。けれども、もう散々セックスをして、子供も作り、自分の肉体といえば、歯も黄ばみ、花はしおれ、実は落ちたようなものなのに、まだ他の男と他の女と交配したいと思う。ならば、それは醜いですね。全体生命も目を背ける、ケツ、執着ですね。ケツというのは仏教用語で煩悩のことを意味しますが、美しい結実に対してここでは醜いケツというふうに表現したわけですね。50になっても60になっても70になっても80になってもまだ異性と、そして自分よりはずっと若い異性と性的に結ばれたい、などと思っている人が実にたくさんいるものです。ヨーガをやっている人たちの中にもたくさんいるんですね。まあもちろんヨーガと言えるような修行ではなく、ただ体操したり、瞑想ごっこをしたり、ヨーガ教室を主催したり、あるいはそこに通ったりしているんだけの、おばちゃん、おじちゃん、おじんちゃんたちに多いのですが、それは非常に醜いことですね。ヨーガにおいて、8段階のヨーガにおいては、最初から金塊の中にバラハマチャリア、金欲、あるいは性的に清らかなことという戒律を設けているのに、金塊寛解というヨーガ修行者が守らなければいけない戒律なんか無視して、体操ごっこをやって肉体を若く保とうなどと、実に愚かなことをヨーガだと思って教えている人たち、習っている人たちがほとんどですから、無理もないのですが、あまりにもヨーガの捉え方が浅はかで、レベルが低すぎますね。そういうヨーガもどきをいくらやっても、神も目を背けるようなケツである醜い性意識から自由になることはできません。ヨーガの修行をしたいというのならば、ヨーガスートラとかバガバドギーターとかのようなきちんとした聖典をよく読み込んで、そこに説明されている、そこで用いられている言葉を自分の心身を持って、修行を通して実現していかないといけないのですね。言葉は言葉、私の行為は行為というふうに、言葉と自分の行為をバラバラにしておくからいけないのですね。私は藤井弘さんの作って食べるのが人間という言葉、
お目にしたとき、本当に脳天がガーンと打たれたように思いました。言葉が私の全身心の中で響き渡り、そうして私は藤井弘さんの本を見たりしながら畑を始めました。言葉を実現しにかかったわけです。ヨーガの修行でも、もしヨーガスートラとかバガヴァッドギーターの言葉を自分の心身をもって実現しようと思わないならば、それはヨーガになるわけはないのですね。講習会でも、幾度も幾度も表現を変えながらいろいろな教えを紹介してきても、ほとんどの人たちはただ聞くだけで自分の心身をもって実現しようとは思ってくれませんでした。ごくわずかの人たちだけが言葉を自分の心身をもって実行するのだと考えて、ある程度取り組んでくださったように思いますけれども、大半はバジ豆腐のれんに腕押し猫に小判の類でしたね。私がこのような拙い詩に書いたことは全部自分でやってきたり、あるいは自分の課題として実行しようと思ったことです。もちろん 100% できているとは言いません。できていない部分ももちろん結構あります。けれども書き残しておいて、時々それを見たり書き改めたりすることによって、その表現したところをまだできていなかったなら、なんとか実行して完成させたいと思うわけですね。言葉と自分の生命活動の間にギャップがあることは、私にとっては非常な苦しみです。苦悩ですね。ですから、その苦悩を解消するためには、自分の理想と自分の現実との間のギャップを解消するより他はないわけです。もちろん、そういう理想を掲げなければ、何も苦悩は感じませんので、ボンクラが、ああ、幸せと思うだけのことかもしれませんけれども。でも、一度知ってしまったならば、やはり、目をつむる、知らんぷりをすることはできないのですね。ですから言葉を聞いたなら、それを実現しようとするのかしないのか、一度は真剣に考えてみていただきたいと思います。もしやる気がないのならば、どうして講習会に来たり、言葉を聞いたり、目で読んだりする必要があるのだろうか。やる気がないのなら触れない方がマシではないかと思います。男性人間、女性人間を超えて人間人間になり、ほどほどの年齢に達したなら、性エネルギーの業を果たしていって、セックス、意識から自由になるということがブラフマチャリアの道ですから、5年も6年も来ていて、相変わらず、女性意識、男性意識だけに重点を置いて、講習会における私の説明は二の次ということでは、私はこういう詩を書かざるを得なかったわけですね。これは一般社会の人たちのことではなく、ヨーガバーシティに出入りしている人たちの、幾人か、あるいはかなり多くの人たちの性意識に気づいてこのような詩を書いたわけですね。私たちの周りにいる人たちのことであって、遠い人たちのことではありません。そんな人たちでも、若い頃はもちろん美しい性の営み、あるいはそれ以前の純愛というものがあったでしょう。でも、年を取ってしまえば、それは純愛ではなく、不純な性意識に過ぎないわけですから、その辺は、
洋画を修行したいと願うならば、よくよくお考えになっていただかないと困るわけですね。神も目を背けるような欠、煩悩、愛着、執着を持っていたままでは、本当にみっともないですね。年を取れば、ヒップも醜くなるわけですから、そんなヒップとも言われないヒップを持ったこの肉体でですね、髪も目を背けるケツである性意識を丸出しにしたのでは、目も当てられないということになってしまいます。